おはようございます。料理家の木島龍太です。5月某日、練馬付近で今友達と待ち合わせしております。これから長野県に山菜採りに行こうということで、後ほど。うわすげえ、和江さん家の裏山というか畑、ここでラストわらびを採ります。ほら立派じゃん。やっぱり一昨年打ったやつ、一昨年打ったやつこれ、うん、横になってるんだね。ドリルで穴開けたところに、うん、そう、これで簡単に入るから 1,2 ぐらいぐらいで入るんだ。これあの一通りに だいたい8個ぐらい、うん、あの4通り だいたい32ぐらい、32ぐらい。うわ、なんか虫いる。生きてる証拠、生きてる証拠。これ何、この穴開けるだけ、だけ穴開けるためだけの機械なの、これ。そうそう、専用らしい。すごいわ。クドホールディング飛行機12ミリ DW12SA 椎茸ドリル椎茸ドリルって書いてある。もうこれだけです。ここに書いてある椎茸ドリルって、ほら、ほら、椎茸ドリル似合うよ。押さえてて、工機ホールディングだった。工藤じゃなくて工機ホールディングだ。行くぞ。よキノコの種コマ、いろんなメーカーあるんだけど、うん、もう今それしか残ってなかった。そうそうそう、1年早く発生だって。普通のやつより早いのこれ。だから細いのだったら今年の秋ポツンポツン出るかもしれない。あ、早いのだったら、うん、まあ、あの だいたい来年の春だけどね。で、長さんこのさ、白いさ、ネバネバごと打ち込むってことだよね。そうそうそう、簡単に入るから。さっきも上手くなったの。さっき3本やったんだけどさ、これ先に全部並べてからさ、スピード。な、入ってないよ。これが気持ちいいっていうことを。正しいかどうかわかんないんだけど、すげえ、やばい、だいぶ楽しい、これだいぶ楽しいよね。だいぶ楽しい、なんか15個ぐらいやりたい気分になるけど。もう働けばいきますよ。しかもこれ、早い早い、これちょっと打ち込み選手権、打ち込み選手権。これさ、持って帰ったらどうすればいいの。そうだから下向きの、うん、なんか水とかかけなくていいの。まあ一回水かけてもらえばいいな。お風呂のね、え、お風呂、お風呂のお水で、お風呂のほら冷めたら、うん、そこでザボンと一晩つけとくの、うん、それであげて、うん、それでどこでもいい、置いとけばいいの。日向じゃないところ、どこでもって南向きはダメさ。日向じゃないところへ。お部屋の飾りへどうぞ。賃貸の風呂に入れたら俺大家さんに悪いやって